私のチャンネルへようこそ JBN1ビュー。 キンプリの岸優太さんが近畿キズのハモリ我慢でカラオケに挑戦。キンプリの中で歌唱力は俺が問答無用で1位という岸がキング&プリンスとジャニーズのプライドを背負ってハモリ我慢カラオケに参戦。大先輩近畿キズのガラスの少年フラワーで挑戦するが、まさかの歌い出しから大失敗。スノーマンの悲劇再び。一方したらは井上陽水の少年時代、伊達技ブームの風になりたいで挑戦する。さらに、先週の9月5日に放送したバナナマンしたらが本気で考えた地元埼玉秩父旅の盛り上がりすぎて入らなかった未公開映像も公開。バナナマン VS サンドイッチマンのびしょびしょボート遊び対決、アンボートの上でガチンコ水上相撲の様子が放送される。なお TVA ではその埼玉秩父旅の様子が前編中編後編にわたって配信されている。マックのバナナマン、設楽治、日村勇紀とサンドイッチマン、伊達みきお、富澤たけしが旬なゲストをとことん楽しませ、テンションを爆上げするトークバラエティ。岸優太、キング&プリンスが9月13日に放送、および民放公式テレビ配信サービス TVA にて無料リアルタイム配信されるバナナサンドに出演する。またはその他のニュース。台湾料理に興味津々、グルメ VTR を連発した結果、とにかく腹が減った、明日の内村鑑三。初登場。お笑いユニット、ボル塾の田辺智香さん、寺田真さんによる、田辺寺田心のグルメ塾。では台湾料理を紹介。ディーゴラジョウというスイーツを食べ作り方やコツにも迫る。明日来そう。を徹底調査では、正倉一豊さん、お笑いトリオ、3時のヒロイン、のかなでさんが、見た目や味が進化したネオ和菓子について取材する。7月の放送で、忖度、なしのリポートが話題を呼んだ正倉さんは、今回もセンスの光るコメントを披露。マックを務めるお笑いコンビ、うっちゃんなんちゃんの内村照義さんは、正倉くんいいね。毎週見たい。と絶賛する。岸さんは収録を振り返り、中でも、田辺寺田心のグルメ塾で特集した台湾料理はすごく興味が湧きましたし、食べたくなりました、とコメント。明日の内村、簡単ふ、悪行だったりまさに今来ているものを楽しみながら知ることができるというのがいいですよ、ね。実は知っているようで知らないことが意外と多いので、皆さんも番組を通して楽しくチェックしてもらいたいです。世代を問わず楽しく見られること間違いなしですとアピールしている。人気グループキング・ピンチェ・プリンス岸優太さんが9月12日放送のバラエティ番組明日の内村に出演する。番組では明日来そうおテーマに話題の情報を進掘り、今回は台湾料理とネオ和菓子の特集で、番組初登場の岸さんは、実はこういうのが流行っているんだって知らなかったことが多かったです。興味のあるお店をたくさん VTR で見ることができましたし、とにかくお腹が空きましたね笑い、と振り返った。まる私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。